共に計りを取り戻す決意を固めるレンタローファミリー、今試される。お庭に噴水あるのだ。金持ちの家の庭。気を引き締めていこう。みんな、計りを迎えに。レンタローファミリー、ミッションスタートだ。あんたそういうとこ割と男の子よね。じゃあ、レミューミーギョン。ドボール？電話の代わりにこれで合図して、ロープで降りてきてもらう。ボールを。あれは、金持ちの家の猫。返しなさい。待ってください。猫を止めるには、蹴り飛ばして弱らせるのが最高位。動物愛護団体に有害指定される。誰かいるのか。なんだお前か。逃げない。ボール取られちゃったのだ。ほら、見物。あれがある可能性があった。ペットドア。この大きさでは赤子でもない限り体小さくできないの。不老不死の薬の失敗作なのだ。エキスデイ、エキスデイなの。何それ、石。あ、開いた。何したの。正確に石を射出し続けただけ。ラフォルムラ。ナナ、手どうした。爪が割れて血が。毒液と絆創膏がリュックに。血なのに爪こんなにして。私は花園はかりに借りが、いや、花園はかりを助けたいから。ダビエン。慎重に進むぞ。なんだ。クマなのだ。いや、あれはモチの家の犬。まずい、あれに襲われたら。みんな、一旦外へ。Virgen de Santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos. しずかちゃんは。オイラなんか食っても美味しくないでやんすよ。しずかちゃん。歴史、警備員を呼び寄せる。それに、おそらく。なるほど、わからん。引っ張るだけなら、ついてきたりなんて。違う。ではただ、あかりさんを助けたいから来たんだ。だ、できるかなんかわからないけど、頑張るだけだって。し。今の私にできる精一杯。屍を越えて行け。生贄。にえ、しずかちゃん。デデクラロドンコメディア。吉本しずかを襲う様子じゃなかった。乱暴などの弱い生き物を守る本能がある。生き物の類稀なる弱さが生物の本能に打ち勝ったということ。ああ、コンラソン。けどどうする。ここは薬に任せるのだ。薬先輩、その薬は一瞬で眠らせる睡眠薬なのだ。それで犬を。ああ、ウェノノサビアプロヤセ。しずか、その薬を使うのだ。飲んじゃった。しずかが寝ちゃったらもう手立てが。ずいぶん長い廊下だな。金持ちの家の廊下。あった、出た、金持ちの家の猫。警備員が。ポルキン、誰かいるのか。またお前か。のは 99% 不可能。ちょうどよく持ってたのだ。点が見える目薬。だいぶもないご都合展開。その程度の偶然を騒ぐなら、宇宙の誕生から生命が発生し、私たちが今ここにいる確率は 0.000。 おい、帰還せよ。左右に一滴ずつですね。効果が出るまでしばらく目を閉じるのだ。え、あんたこれ落としてるわよ。それ別にいいのだ。何隠してんのよ。巨大な薬学研究所を抱えている研究チーム。ゲゲ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 
大好きなハカリを助けたい一心だ。じゃあハカリを助けに行くのだ。って飛ぶクレスでもインポッシブルだ。金持ちの家の赤外線センサー、廊下の天井もっと高くなかったか。そうか、天井が低く感じたのはにはセンサーが張れないからってことは、そこを通れば。オーマイガード、エストバセレピコパプス。狭い場所ならともかく、この廊下の幅じゃ。おった二人の人間が協力すれば理論上は可能。愛情レンタロウ以外全員女性。あ、カメラウォーボー、カメラウォーボー、アナアナバシャウォーボー、アナバシャ。いいんだからね、あなたならできる。私も女だってのよ。さらにちゃんと突っ張れるよ、ロープで固く結ぶ。こんなのうまくいくわけないじゃない。ジョルピース、ジョン・マティホスなら大丈夫だな、俺とカラネなんだから。ああもうやってやるわよ。ガガスティ。ロッキーっぽいテーマが流れてる。次は横移動だ。わかった。1、2、3、4。カラネ、大丈夫か？なんでもないわよ。なんだかカラネちゃんのお洋服がスベスベし始めたんですが。材質の服なの？え、なんだ服か。よし、じゃあ行くぞカラネ。せーの。Ya no os cargo la chingada. ¡Dame! ¡Sota ni tsuyoku fuzuri shicha! ¡Daga! ¡Watashi no onaka ni! ¡Suri suri! ¡Suri suri te! ¡Rame! ¡Itai! ¿Nan datta no? ¡Mano wa! ¡Ano bakasukebe no niyoi ga suru kono ie no sei! Mina wa okugai ni kakurete, toubou no junbi wo tanomu.Bueno, adiós, Master. ここね、ハカリの部屋。着いたのか。ハカリ、あんた。ハカリお嬢様が到着しました。モードセリオ。自分の娘にそこまで。なんだ、一緒に逃げよう、ハカリ。無理よ、レンタロウ。もう囲まれてる。なぜここに。No sé, espero haberte ayudado. Miyuki には静寂が訪れた。誰かいるのか。ミャー。ミョーン。ニャーニャーと鳴いた。なんだ、また猫か。Lo ignora épicamente. は諦めてくれない。そしてお母様も絶対に、お母様というしがらみにとらわれて大切な人生を無駄にしてしまう。直接会うのは初めてね、愛情レンタロウ君。それにインダカラネさん。ところでその目は何なの？何か発動しているのかしら？いえ、邪眼的なものではなく。ハカリさんとの恋を認めてはもらえないでしょうか？綺麗事で私の心を動かせると思って。綺麗事なんかじゃ。私、中学2年生でハカリを産みました。パッシンコンテクスト。愛した人が病に侵され死の運命を背負っていたからよ。最高峰の医療体制を整え、人工授精による出産という危険な賭けに及んだ。血も計りも一度恋に落ちるとどうしようもなく盲目になってしまう。だけどあの人が亡くなって一人になり、そして母になり。だけどハカリはあの人の代わりではないし、その穴が埋められることはなかった。引き裂かれるような後悔、ハカリにはさせたくないの。Esa es tu historia desgarradora? Esa es tu gran tragedia? レンタロウ！あんたが感動してどうすんのよ！ハカリさんも、ハカリも、一生懸命頑張ってきたんだろうなって。後悔なんて、
絶対にしてほしくないし。No puede ser tan fachero, no puede, no puede, no puede. 急に目が見え始め。ああ、そうか。涙で目薬が流されて。因縁とも呼ぶべき衝動の前に、母里は。やっぱり盲目になっていた。Muchas gracias. Llevaba tres días sin reírme. Ahora son cuatro. Hasta la vista, todos.